構えですけども、OK、スタンスは広めか狭めかったら少し狭め。ブルーレの選手は少しワイドスタンスで、こっち前後ろ、こんな後ろ、あの動きでね、つま先で、つま先で動くでしょ、こうやって。ブルーレはつま先で回してするのが、まあ、メイン。でもサーブルは、前行ったらもう前行きっぱなしに使って、下がるときはもう下がりっぱなし、まあ、当然切り返して前に出るとか、前行ってもバックステップ踏んだりするときはあるけども、基本的には前行ったら前行きっぱなしなので、こうやってなんか両方行くようなフルレみたいなコンガードはダメ。少し足で一つ分ぐらいかな、広くてもぐらいでいい。で、胸を張ってアロー仕上げって分かる？あのオリンピック3連覇してる、アロー仕上げなんかは本当にもう軸が通ってて胸を張ってパッと。フルーレの選手はちょっとこう猫背に構える選手だと思う。あの姿勢高いのだったらちょっと猫背に構えてこうやってついてたりするけども、サーブ選手はこう猫背じゃなくてパッとこう胸高いところで軸をしっかりしてほしい。でちょっとスタンス広い、どうぞ。そうね、で、女子は膝を、まあ男子もそうだけど、膝をしっかりと外に向けてほしい。なぜかっていうと、膝が入って、靭帯、前十字とか、怪我してる可能性が高いので、あの男子に比べて女子の方が前十字とかが細いです。細いっていうことは弱いので、男子にも。で、高島理沙は、アジア大会の時にがっつりやっちゃったんだよ。ちょうどインチョンのアジア大会でファンでも見たら高島にいたらちょっとこういう系だったで、チェッと切れて、でもともとだから細いタイプだったの。だけど筋力がすごい強くてスピードがあるからこれに耐えられないんだよ。彼女がスピードがなければ大丈夫だったんだろうけども、スピードがあるから耐えられない。でアジア大会にで、復帰してすぐの逆切って、で彼女は本当に思い悩んでどうしたかっていうと、もう構えをもうちょっと足こんな感じ、腰も横にしてこういう感じに変えました。そしたらもう大丈夫、切れない。すごく意識して、もう多分最初すげえやりたかったんじゃないかな。でこうやることのメリットって何があるかって肩が前に出て長く使える、こうすごく長く使える。腰がこうで肩が出てないと短い。だけど高島はこう横なんか長く使える。身長がちょっと低いけれども、何言っても163ぐらいあるのかな。世界では日本では普通だよ。だから、まあ、そういうのを考えたときに、女子なんかはこれからちょっとこう腰前ではなくて少し横で怪我しないように防止のためにで長く使える。男子も肩甲骨がしっかりこう使えるような、止まっちゃうようなこんなこういうんじゃなくて、しっかりこう前にドーンといけるような構えがいい。でちょっとそれ意識してやってちょっと動かして